今日は今年初の対外試合ということで、こちらも今年初のホークスこぼれ話スタート。かっこいい。まずは試合前、王会長と話していたのは去年までホークスにいた平石コーチ。平石さん、今年からライオンズのコーチになられたんですが、はい、ホークスの選手を今でも気にかけてくれている様子。栗原選手と特に目をかけてきた。そう、栗原選手とは念入りに話をされていました、ね、なんだかちょっとこうほっこりするような嬉しくなる光景ですよね、はい、ちなみにリチャード選手も師匠である山川選手に何か言われてるようだったんですね、はいはい、お前10分前集合当たり前だからな、生活態度もしっかりな、そんなに黙ってはないと思いますよね、はい、チバリオチバリオ言ってますかね。さあ、藤本ホークス初陣の先発を任されたのは田中正義投手。楽しみ。今日はね、ボールがしっかりと走っていました。まっすぐ球場の計測で156キロを計測するなど、力のあるボールで2回をパーフェクト。早い。先発候補として名前が挙がる中、最高のアピールをこの初の対外試合ですることができました、はい、ナイスピッチングジャスティス。そして同じく先発候補として名前が挙がる大竹投手。もうこちらも素晴らしいピッチングで、はい、大竹投手らしい打たせて取る投球、うん、3回を投げ見事無失点。あ、素晴らしい。先発候補の2人が揃って結果を出すといういわば藤本ホークスとしては嬉しい悩みとなりました。いいボールだ。さあ、そして今日がデビュー戦となったのはルーキーの野村勇選手、はい、ダイソーで出場を果たすと早速二塁へ盗塁。どうなる、うん、見事にセーフ。本田コーチからはあの周東選手よりも速いと言われる俊足の持ち主、早速結果を出すとこれで終わらないんです。なんと今度はあら、嘘、あ、スタート切った、三塁向かう。完璧。自慢の足で強烈なインパクトを残した野村選手、一軍生き残りへいいアピールとなりました、うん、また打つ方で結果を残したのは三森選手、はい、1番で先発出場を果たすと初回に藤本ホークス初ヒット、さらに第3打席でもライト線に強烈な当たりを放ち4打数2安打。その他ランナーが挟まれている間に、はい、お、意表をついてホームを陥れたこの好走塁など、リードオフマンとして文句なしの活躍を見せてくれました。気合が入っています。かっこいい。そして今シーズンにかけている上林選手も大活躍。第1打席にライト前へのヒットを放つと、第2打席は藤本ホークスの初得点となる内野安打、うん、さらに第3打席はセンターに運んで今日は3打数3安打の猛打賞と完璧、はい、今年にかける強い思いが前面に出ている上林選手、うん、この日一番のアピールに大成功です。さて最後は和田投手が爆笑しているこんなシーンをご紹介。カメラの先にはギータと杉山投手、はい、あのね、2人試合出てないんですよ。何してるんですか、ね、なのにカメラに向けて筋肉を見せつけて映ろうとしてるんですね。あ、そういうことですか。プレーで見せてもらいたい。ほら、カメラあるで、カメラあるで。パワー言ってない